ファウンデーションはアイザック・アシモフの小説。また、その作中の組織内視国家の名称を。1942年から雑誌に発表された一群の連作を1951年に第一シリーズとして本作にまとめた。以後のシリーズとともにアシモフの代表作となる。一巻から3巻までは特に三部作と呼ばれる。本校では、 三部作の第一巻について述べる。第二巻以降は、それぞれファウンデーション大帝国、第二ファウンデーションを参照されたい。五編の作品からなる。うち四編が1942年と1944年のアスタウンディングサイエンスフィクション誌に掲載されたもので、後にノームプレス社より単行本として出版される際、物語の初めに、 心理歴史学者が追加された。12000年続いた銀河帝国の衰退期に失われゆく科学技術を保存するため銀河百科事典を編纂するという名目でファウンデーションが銀河系変炎部の惑星ターミナスに科学的避難所として設立された。後に衰退する銀河帝国に代わり第二銀河帝国を成立させる核となるという隠された真の目的が 明らかになる。ファウンデーションとは、銀河百科事典を編纂するための集団、百科事典財団のことであり、後に惑星ターミナスを首都惑星とする国家の通称としても使われるようになる。ファウンデーションは、心理歴史学において設定されている、一定の期間を経て襲いかかる危機、いわゆるセルダン危機を乗り切ることで実力をつけ、勢力を伸ばすことになるが、 その都度未来の選択肢の幅が狭まってもいく。こうして、ファウンデーションに一定の道筋をたどらせることが、いわゆるセルダン計画である。なお、ターミナスに置かれた、このファウンデーションを、もう一つのファウンデーションと区別するときには、第一ファウンデーションと呼ぶ。もう一つの第二ファウンデーションは、銀河系の反対側の端そして、星界の果てに建設されることが明かされるが、 第一巻においては、その場所や目的は、不明なままである。数学者、ハリ・セルダンは、膨大な集団の行動を予測する、心理歴史学を作り上げ発展させることで、銀河帝国が近いうちに崩壊することを証明する。セルダンは、帝国崩壊後に3万年続く、はずの暗黒時代を、あらゆる知識を保存することで千年に縮めようとし、知識の集大成となる。 銀河百科事典を編纂するグループ、ファウンデーションを作ったが、帝国崩壊を抗原し、平和を乱したという罪で裁判にかけられ、グループは銀河系変炎部にある資源の乏しい、無人惑星ターミナスへ追放されることになった。しかし、この追放劇すらも、セルダンの計画に予定されていた事柄であった。計画通りに第一ファウンデーションが設立されることを知り、 病で死期を悟っていたセルダンは、己の仕事が終わったことを確信する。50年後、惑星ターミナス近隣のアナクレオン星クが、帝国からの独立を宣言し、ターミナスの併合に動き出す。ファウンデーションの実地が危うくなったその時、時間霊病内で、セルダンのホログラフ動画が出現する。その場に詰めかけた、理事会の面メ々ンメンやハーディン市長に向かって、銀河の反対の端にある、 もう一つのファウンデーションの存在と銀河百科事典の編算が疑瞞であり、ファウンデーションの真の目的を語り出した。これと同時に、惑星ターミナスの主権が百科事典第一委員会から市長の手に移る無血クーデターが成功。ハーディンは策略を用いてアナクレオンの進行を阻止する。最初の危機を乗り切ったファウンデーションは自らが保持し、 周辺諸国が維持できずに失った高度な科学力を周辺国に提供し、同時にその科学力を銀河精霊という疑似宗教の儀式とご利益に偽装して人々の信仰心を集めることで周辺聖域を実質的に支配していた。その信仰心を利用してハーディンはアナクレオンの第二の挑戦をも阻止する。徐々に勢力を伸ばしていたファウンデーションだったが、 周辺諸国の王たちから見れば、ファウンデーションの科学力を受け入れることすなわち、ファウンデーションの疑似宗教支配に屈することでもあって、到底受け入れられず、科学力と疑似宗教力を組み合わせた拡大策も限界に達した。その頃から次第に疑似宗教抜きで、ファウンデーションの科学の成果たるオーバーテクノロジーな商品を売る貿易商人たちが勢力を伸ばしていく。 その貿易商人たちの一人リマー・ポニエッツは、疑似宗教ごと科学とその産物を拒否する、アスコーン国に囚われたファウンデーションの工作員ゴローブを救出する任務と、アスコーンで一商売して、自分の営業ノルマを達成しなければならないという難問に直面する。アスコーンに関しては、ポニエッツの計略で、小口の貿易から始め、結果として、 ファウンデーションの宗教を受け入れるまでに至らせることとなるが、帰ってこれが周辺聖域の、まだファウンデーションの商業権に属さない国々の反感を招く結果となる。そんな中、弱小国だったはずのコレル共和国内にて、ファウンデーションの原子力宇宙船が行方不明になる。事件が続き、貿易商人のホバー・マローが偵察に送り込まれる。原子力に対抗しうるのは、 原子力だけであるため、当初コレル共和国へ原子力機器を提供しているのは、ファウンデーション内部の裏切りによるものと考えられていた。しかし、マローの調査により、コレルはすでに過去のものと思われていた銀河帝国の技術力と兵器を供与されていたことが判明する。さらなる調査の結果、コレルが手に入れた兵器は銀河帝国辺境のシウェナの総督が独断で供与したもので、 銀河帝国そのものは、コレルとは無関係であること、そして今やファウンデーションの科学技術は退化しつつある、帝国のそれさえもを超えたことを知る。帰国した、マローは貿易商人たちの力をそごうとする、ファウンデーション上層部の陰謀を廃止、コレル共和国との独占貿易で得た莫大な富で交渉となり、その富を利用して、政界、財界、 宗教界すべての独裁権力を得る。そして、マローはこれまでの議事宗教による支配から、経済力による支配へとファウンデーションの方向を転換。コレル共和国に対しても、経済封鎖を行うことで戦いに勝利する。すべての科学技術を、ファウンデーションから買うことで維持していた、コレル共和国は、自力のみでは日常生活レベルの科学技術さえ維持、できなくなって、 無条件降伏したのだった。しかし、マローは、疑似宗教支配がついえたように、いずれは、経済支配もついえるだろうと、すなわち、交渉の天下もいずれは終わるだろうと予測していた。アジモフ自身による続編である、ファウンデーションへの序曲によれば、銀河帝国を、影から動かしているロボットに導かれることで、心理歴史学を精密な学問とすることに成功した。 本来の題名は一だが、機種依存文字のためここではと表記している。ありがとうございます。